私の名前は石渡宗太郎。前回、っていうか人口10万人超えたあたりから明らかにゲームが重すぎて、重いのは締めだからいいけども、さすがに実績じゃないが用意されている20万人程度までいけるか怪しいのは、どうなんだと激おこの主張です。主張が最初の挨拶で初めてまともなこと言ってる。明日は砲弾の雨ですね。感動した。パフォーマンス改善されることに期待ですね。道路の上に道路が引けるとか、1ではできない素晴らしいゲームですからね。ただ道路上に道路引いた時干渉して下の道路消せないのは激おこ。市長、細かいところからのスタートになりますが、現在タワマン一直線地帯の岩見地区、大商業地帯の銀座区、この大住宅と大商業を行き来したい車が多すぎて、従来首都環状などでお世話になったこのタイプの出入り口では、正直どうにもならない状況になってきています。なるほど、その改善からやった方が良いというわけだな。確かにこれ見えにくいが高速の下に太めの道路が一直線で引かれており、交差点が連続で3つあるような状態だから、信号で詰まりまくって正直良くないな。例えばですが、東京とか大都市でよくあるのは、高速下にあるような大道路を高架化地下にし、出入り口自体はそのままにするという方法が検討できますが、すでにある道路の上に道が引かれてるため、下の道路を上には上げられませんし、地下化するのも大幅な修正が必要になるため、出口を変えるのが操作的にも楽だと思われますね。それで裁ききれなかったら無駄な税金を使ってしまうことになるのでは？そうだそうだ。何を言ってるんですか？資金は500億円くらい余りまくっています。今さら汚いところに補助金ジャブジャブのこの年に、財源論なども流行ってないも同じです。つまり、一度作って様子を見てまたダメだったら作り直せばいいのです。実際はそんなことがないように入念に計画を立てますが、ゲームではそれをやっていたら考える時間ばかりが長くなりますので、思いつきで言っちゃいましょう。またこいつは無駄な工事が増えれば財政出動できるから調子のいいことを。とりあえず交差点がジェットストリームアタックで、信号間隔がヤバすぎるのを改善すればいいわけだ。すなわち、上で乗り降りさせて出口をちょっとでも遠くに作れば、今よりかは断然マシになるはずだ。ってことでスペースが足りないので反対側のマンションは爆破解体。じゃあ、まだ人が住んでるんだぜ。そうだそうだ、何をしている。人が消えたらまたよそから補充すればいい。人を弾薬扱いしないでください。市長のモラルは大蔵省なので期待しないとしまして、とりあえずショッピングモールとかでもよくあります。出口を2方向にして、裁ける量を上げてみましょう。ただこれだと左側に行くやつは結構スムーズに行けそうだが、右に行くやつは結局すぐ大道路に阻まれちまうんじゃ。市長、いい案を思いつきました。次回覚えてたら公約にします。覚えてたら公約とかいうパワーワード。とりあえず行ってもあそこは小手先の改善に過ぎないし、様子を見るためにもしばらくは他のとこ行こうぜ。さて、最近は大きく地区を拡大してないのには理由が裏であってだな。高密度のタワマンレベルをどうにか5に近づけられないか。これを一生懸命頑張ってるんだが、時間の経過も重くてできないので、なかなか達成できてない。一番良くても2レベル強、ほとんどがレベル1ですからね。最大レベルのタワマンを数件用意することで、特殊なタワマン施設が開放されます。ホテルニューゴローザや私たち杉谷市長の家みたいなやつだな。まあどちらにせよ重いので時間はかかりそうですが、誰かタワマンレベルを達成した人がいれば、方法をコメントで教えてほしいというお話ですね。それとは別に、全部をタワマンや中密度にする気もないわけだが、これだけの高立地、車もたくさん捌ける赤松や太宰周辺に、一軒家というのは正直もったいなさもある。ってことで先住民たちの機能時間だ。なおこの辺は畜産などもあることなので、中密度といってもテラスハウスで抑えていきます。市長、この斜めの線路縦にしませんか？場所も取りますし格好悪いです。路面電車通す前にやりたいことだったが、中央線の地下化でできたスペース、駅の位置移動などいろいろ事情があって、順序がおかしかったのもあるしな。とりあえず鉄道はいい感じに引き直してやったとして、路面電車もこれで見栄えに問題はないな。ありがとうございます。これで農地面積ももう少し増やせるなどメリットがあるでしょう。おい自民党それが本音じゃないのか？別色は線路から西のエリア、ということは事実上の地区領土拡大。そんなものはただの陰謀論だ。今日も賑やかだなチハポンタン。お前は俺に喧嘩を売らないとどうしようもないのかよないよ。結果下道が充実しましたし、農地面積も微増で改善がなされました。次は問題の多い商業地区、銀座に手を加えましょう。銅像の名前泥団子って。確かに泥団子持ってるようにしか見えないけども。銀座で揉めている間に日本産業主義運動を広める会館を作ろう。ちょっと待て、ここは赤松区、俺の地区だぞバカ野郎。それに隣は赤松文化会館だぞ。宗教施設の隣に共産主義の集会所作るくらいの暴挙だこれは。共産主義じゃない、産業を平等なものとする主義だ。地下探求は麻薬よりヤバいとは個人的に思うけども。なんだと？主義たちはいつも場外乱闘からのじゃんけんか賄賂で決着なのはいいとして、さっき改善したところはぼちぼち改善してくれているようだ。バスがやや目立ちますけどね。シティスカではどんなに素晴らしい高速を引いても、一時期に需要が偏り渋滞を起こしてしまうパターンだけは一部避けられません。これを民間的にわかりやすく言えば、夜7時になったので外食屋が混む、急な雨や深夜帯でタクシー需要が跳ね上がってしまう、
給料日が固まっている結果 ATM がある日混んでしまう。だからといって飲食やタクシーの数や ATM を必ずしも増やせばいいという、そう単純な話ではないことはお分かりいただけるでしょう。だったら地下高速もいらないっぴな。何バカなこと言ってるんですか。自民党が銀座なんて大商業地区作るからそれを裁ききるだけの超高度インフラが必要になっちゃったんですよ。本当なら一定程度分散させる方が管理的には望ましいというのに。東京一極集中の街だなこや。でも人が固まって動いてる方が私鉄化は楽しいだろ。ぬぬぬ、それはちょっと反論できそうにない。ところでこっそり回収していた路面電車の賃料タダにするのやめてもらって。ダメです、全員平等に乗れる。これこそが理想国家。天皇陛下万歳。天皇陛下万歳。やっぱどっちもカルトなんじゃないか。人が住んでいる地域じゃないのでほとんど手が加わらないのですが、藤沢方面の工業地帯も出入り口というよりバス集中箇所なのもあり、改善が必要だったため手直しを進めていきます。車が沈んでいく怪奇現象なんだぜ。ガクブル、落ち着け。地下に新たな道を引いたのでスーッと移動してるだけだ。いや、それのどこに落ち着ける要素あるんだよ。地中貫通して高速の出口に移動してるんならやべえ現象に変わりないだろ。とりあえず銀座の交通渋滞問題、これを早急に改善しなければなりません。ちょっと待て、そこ電車の通り道だし車の通る需要も高そうだが大丈夫か。当然線路を高架にして踏切防止としますが、これだけでは足りそうにないので、やはり第2層の地下高速論を計画し、新たな出入り口を作った方が。絶対に却下でござる。地下高速、高架の高速と二重にあって第2地下高速網を作ったら、調子に乗って第2高架高速50メートルになりかねん。ゲーム最終盤で建てられるハドロン施設がちょうどぴったりなんだぜ。これはもうここに建てろという神からのお告げかもしれん。なお、将来的にここの地下には高速または電車が通りそうな予定。実験に支障はないだろう、大丈夫だ。一応まだ電気は大丈夫なんですが、電気や水を大量に食う大型の施設が特に終盤ないことはないので、空いているスペースかつ地下水がある場所に地熱発電所を設置。このゲーム地下水から水を得ることができますが、工場の汚染の関係で一時代からそういうのは避けがちだった社長です。それよりも近くの追加工業地帯が曲がっているのが気に入りませんね。ならば大規模引っ越しだ。全てを一度破壊して綺麗な道を作り直すぞい。土地破綻の部品工場もあるのに。海軍も部品だけでなく缶詰工場とかもろもろ頼っているのに。ああ、町の雇用が、供給能力が。内務省に大量のクレーム、うーが痛い。我、労働者の接近副大臣市長に宣戦布告す。隣の工場や地熱発電所で働いてもらって、まあ全ては港の道が曲がっているのが最大問題なのだが、とりあえず完璧ではないが繋ぎ直しておいて工場地帯もリニューアル。補助金は配らないぞ。そういう細かい配慮すらやはりケチな大臣。人間自分に利がないと動きませんからな。このトラックは電車にでも引かれたのか。こんな入り口で事故を起こさないでもらって、あと普通にすり抜けないでもらって。車がすり抜けられるなら信号機なんて不要なんじゃ。なお、第二貨物港もぼちぼち回っているようですね。ある程度想像はしていたが、やっぱ銀座センター駅前の道路大混雑だな。ただでさえ銀座センター駅は交通網としては優秀で、住宅街もゆとりあるテラスハウスで長田市で一番住むならマシランキング堂々の1位なだけはあるわな。話は少し脱線しますが、林業改革で今まで円形だった施設を四角くして土地に無駄のない作りに変更、全部一気に切り替えるとまた大変ですので、林業範囲拡大もしつつ新一軒や地帯まで広げていきました。スーパートブリですが、それなりの大きさで新低密度住宅区域が完成しました。うむ、この先もすでにある都市の中密度か高密度かは進むだろうからな。私も一軒家を全部滅ぼすほど鬼じゃない。ただ町の中心部ではなく外側に行ってほしいというだけの話だけなんだぞい。でもこの辺一番背の高い外務大臣の家兼展望棟や医療大学と充実してますがね。太宰の高層マンション地区にあるならともかく、相変わらず違法建築な高さだよな。ちょうどここ入るじゃんと新しいユニーク複合施設を建設。マリサさん、社長と密会するならここのスイートがおすすめですよ。マセガキっていうか、ここバスや路面電車の乗客に一部丸見えじゃないか。いかん無賃乗客がまた増えちまう、なんてことしてくれたんだ。それより小学校の隣にいかがわしい着せ替えスイートある方がよっぽどやべえと思うのですが。市長直轄地周辺の郵便待ちがとんでもなく多い状態がわかりました。まあこの町現金をジャブジャブ郵便で送れる町だし、じゃないお金が直轄地周辺で多いことを認めてるじゃありませんか。それが何か。あ、もう修正不可能なやつですね。はい、大量の紙を作れるペーパーカンパニーが完成。紛らわしい社名しやがって。現在農産物や鉱物などの資源は概ね自給自足できていますが、それを加工して手に入る食料品や工業品は猛烈に不足している分野があります。そこで不足している商品を生産してくれる工場などには減税。許しません。逆に商品が有り余っているオフィス系の一部産業には増税して市の財政を一応支えてもらいます。増税だけ許可する。それじゃ産業が弱るだけじゃないか。市長、大英博物館と国会議事堂がゴミだらけです。いつも通りじゃん。問題なかろう。あとオフィスタワマンが2つほど燃えてるんだぜ。なんか映画で見たような記憶が。うちの市長を高い塔から低い塔に車で飛ばそうぜ。
ぜ。普通にヘリで救助と消化してもらって。新しい地区中心にバスがまだ通っていない地区もあることですから、ここらで新バスターミナルもできたことですし、路線を新たに増やして平等なインフラ整備を行っていきましょう。以前はバスなどを作ることで、車がこの程度減りましたよという数値が見れたような気がしますが、シティスカにでも多かれ少なかれ、自家用車の削減効果は感覚ですがあるみたいです。感覚といっても、なんとなく車の台数が減ったなっていうのと、明らかにややゲームが軽くなったという感覚で判断してるから、具体的に何パーとか聞かれても困るんだがな。と言ってもまだ旧ターミナルが残っているには残っている。そのうち切り替えたいが、今回はウプ主の事情で動画短いがここまで。ではでは。